ウスマーヌ・ダボア、フランスマイエンヌ県、ラバル出身の元サッカー選手。ポジションは MF。スタッドレンヌの下部組織出身。1998年、スタッドレンヌから、イタリアのインテルへ移籍。その後、わずか半年で、ビチェンツァ・カルチョへ、レンタル移籍をし、13試合の出場。半年後、インテルへ戻ってくるも、その半年後、今度は、 パルマ AC へ移籍となった。パルマでも半年間の在籍で16試合に出場。今度はフランスの AS モナコにレンタル移籍となった。モナコで16試合に出場もその半年後には再びイタリアへ戻りビチェンツァにレンタル移籍となった。2001年末アタランタ BC へ完全移籍。アタランタでは2年間在籍し、 52試合の出場。2003年夏、SS ラツィオへ完全移籍。この年の FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 3にフランス代表として選出され、2003年6月20日の日本代表戦にフル出場した。ラツィオでは3シーズン在籍し、合計79試合に出場。2003から2004シーズンのコッパイタリア制覇に貢献した。 2006年夏、イングランドのマンチェスターシティ FC へ移籍。2007年5月、トレーニング場にて、チームメイトのジョーイ・バートンに暴行され、目に怪我を負った。ダボはバートンを告訴し、バートンは逮捕された。2008年1月、ラツヨへ、再び移籍。2011年にニューイングランドレボリューションへと移り、同年7月に、現役引退を表明した。 ありがとうございます。